こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。昨日じゃないわ、2日前か、ワルソネコラジオの方で、1個前ですね、うん、それで次これやりますっていう話になったので、今日はドレスセットの話ですね。そうやね、前回も出てきたんですけど、はい、黒とピンクが、はい、まるで初代プリキュアのような、あ、黒ではない、黒ピンク、まあね、そうやね、元気な方の、うん、でまあちょっとゴスロリというか、そういう要素が入りながらの、いやでもな、少女戦隊ものって言い方おかしいけど、はい、やっぱりこのセーラームーンから派生するというか、はい、まあ、あれ以前にもっと戦いものあったんやけど、うん、でもやっぱりあそこから派生して、やっぱりな、はい、その日曜の朝のあの、まあ、美少女ものというか、はい、まあ、魔法戦士もの、うん、やっぱりこう黒とピンクってなかったっけんな。なかったですね。やっぱりそれ以前のやっぱお邪魔女とかでも黒、うん、ピンクってやっぱり敵がギリギリ、うん、やっぱり黒って、まあ、敵ってもおらんだけどな、うん、お邪魔女は、まあ、うん、魔法で解決やから、うんうん、さてさて、まあ、そんな感じでとりあえず箱こちらですね。今段ボールの状態で失礼しますけど、ベイビーローズ、これね、またまた最近手に入れたんじゃないんやけど、前から持っとんがちゃんとあるんで、はい、うん、それをちょっとまた今回開けていこうと思います。はい。これちょっと開けていただけますかね。はい。横にもうちょっと。はい。そしたらこちらですね。この頃のは薄い紙が中に入って、この辺のこうカバーになってるんですけど、ね。これまた終わったら中に綺麗にしまうっていう。そういう感じですね。だから当時やっぱりこのフィルム面に傷がすごいし、はい、あとこれは見ていただければ分かるんですけど、ここですね、やっぱり。ああ。そのここがやっぱりね、うん、ペイントが入っとんですよ。 そこにも印刷が入ってるんで。そしてね、過去の分でいけば、はい、いろんな服セット買われた人とか分かるんですけど、うん、まあ、この辺にこうちゃんと見えるように靴とか、うん、このリストバンドっていうか、まあ、カフスですねとかこう、うん、ヘッドの分があったりとか、まあ、そういうのあるけど、でここに、まあ、ウサギの分が鍵を持ってるっていうのがあるんですけど、はい、だいたい昔のシューズセットとか、はい、その服セットってここにこういうマークとかこういう、まあ、なんかアクセントみたいなのがあった時、この後ろにもあるっていうのがあるんですけど、うん、このドレスは本当よくできてて、うん、ここの裏にはちゃんと何もないっていう、うん、これ箱から出した画像をまた見せますんで、あ、そう、ちなみに箱の裏が見せてなかったから、あ、そうですね、箱の裏行きましょう。これこんな感じで、うんうん、これ服セットによってはないんですけど、ここにこう、これ、ね、ネオブライスとかに入ってるのと同じような感じで、ストーリーというか、そうそうそう、うん、ポエムっていうのもあれやな。この場合は多分コンテストの時ってドールのなんか紹介というか、それでなんかこう何文字以内とかでエッセイというかポエムみたいなのを書いて一緒に応募するんですけど、多分それが入ってるんだと思うんですね。だけど簡単に言えば、そのドールを作って、うん、コンテストで出す時に、うん、写真が確かね6枚か5枚、5枚か6枚かな、うん、それぐらいとバストアップと、ほんでそれと全身、うん、確かほんで後ろもあったんかな、バックスタイルもありました。後ろ向いてたら多分6枚になるんか、まあ、ほんでイメージ的な写真は、3枚入れてくれて結構ですよとかいうのがあって、うん、でそれを作った時一緒にそのドールに関するストーリーを書いていただけたらっていうので、でそのストーリーが多分ここに載ってるのかなっていうのは、うん、だと思うんです。文字数的にもそれだと思うんです、うん、近いかなっていう。だけどこれがまあその向こうでついたもんかは、うん、ソレイユさんがつけたもんかちょっとうちらは分からないっていうのが、うん、そこは確認取ってないのでね、うん、まあ、こんな風に後ろになっとったんやな、はいね、はい、あ、もうこれも開けよう、開けましょうか。もうもうな、トロトロ喋っちゃうけん、いつももう遅うなって悪い悪い、長くなっちゃうんですよ。ちょっと下から失礼しますね。先にカッターで切っとるけんな、ね、アンケート、あ、アンケートもうネットのになってますから、 ね、こんな風に、はい、見て分かる通りここにはちゃんと物がないっていう、あ、これ裏や、お尻が出てきとるな、はい、こっちやね、はい、先っちょ、はい、ここにちょうど来るようになってるから、はい、ちょうどいけるっていう、うん、これアンケートもね、うん、もうネットになっているので QR コードと、そうやね、ですね、これみんな行ったことあるんかな、うん、どうでしょうね、うん、このアンケートってやっぱりなかなかやってない人っておるんかな、うん、多いと思いますね、うん、これタカラトミーの、ファンズかなんかっていうところのドットコム行って、うん、ほんで、この分入れて、でこの下のバーコードなんで、これはバーコード、この商品のバーコード名を入れたら、うん、ほんだら、この商品はベイビーローズの服セットですっていうのが出てきて、うん、その後、まあ、住所の名前とかあんな入れるのを置いておいて、うん、ブライス何てお持ちですか、プチブライス何てお持ちですかっていうのがあったりとか、うん、結構面白い。ほんでこれね、アンケート答えたら商品をくれるっていうか、なんかプレゼント企画みたいになってるんですよね、うん、ほんでね、ここでは家族で遊べる福袋と一人で遊べるなんか福袋と、あと男らしいのが、じゃあこれ遊べるじゃない、癒せるの、癒せるか、はい、あ、そっか。でこれでもう一個おもろいのが、もう一つ、
あのプレゼントなんかいらへん、俺はアンケートだけやっていう、うん、なかなか男前なというか選択肢がありました ね、うん、まあこんな感じで内容としたら面白いアンケートが出てきて読むんやけどな、うん、なかなかそうはなんかアンケートは毎回毎回、まあうん、アンケートばっかり時間潰してもあれですから、アンケート会やりたいねアンケート会の極みで言えばあのコンプリートのコンプリートメンバーのアンケートの分のをまた次回やります、うん、やりたいです、ね、コンプリ会をちょっと説明してくれっていうのがありましたね、はい、ほんでまあちょっと商品の方を見ていきましょうか、はい、まあ、とりあえずメインのワンピースと、うんうん、あとこちらヘッドドレスですね、結構チュールをふんだんに使った、ね、でカフスですね、あと靴のこの塗り分けがすごいんですよね、そしてこれね、うん、あのつま先の部分のかかと、いや違う、つま先の上ぐらいにバラかな、うん、バラのピント この部分のこんな分がついてますので、うんうん、まあ、ピントで入ってるんですけど、これもあのただの靴下じゃなくて、うん、リボン付き、そうです、ね、あのリボンを縫い込んであって、 それを編み上げて前で結ぶかな、うん、そんな感じで作られてあるので、ね、このまま見よってもちょっとラチがあかんので、実はもう一個をちゃんと持ってるっていう、はい、そしたらこれで開いた状態のこちらにご用意しました、ちゃんと2着持ってるっていう、うん、まあまあ、まあね、はい、これも昔からそうですね、いつもはセイリースプリンクルに着せてるんですけど、うちでは、あ、そうや、発売時期は、あ、そうでした、2009年の11月27日、もう9年前、いやずいぶん前ですね、とにかくこれがあのタカラトミーから出た衣装セットとしてはラストになってしまう服ですね、それの1個前って言ったら、1年以上前の、1年前、はい、もう2008年の夏頃だったんですよ、明潤さんのが出たんだ、ホールウィスパーが、うん、はい、そやね、だけど、まあ、これちょうど、うん、あの見覚えがあるなっていう人は多分この1個前のワルソネコラジオが、うん、そうですね、これで出たから、そうですね、うん、その時にも箱を紹介してますので、そうそうそう、でまあとにかく出たのが、同時に出たのがプチブライスの午前0時秘密のお茶会と、はい、ピュアパンシックが同時同じ日に出て、そして、まあ、1週間前にアーバンカウガールが、まあ、ほんまこの前ワルラジでやったばっかりの、そうですね、いやでもこれ2009年やけど、はい、1年前に何があったかって言ったら、うん、ちょうどブライスの第3回のコンテスト、そうです、あの2008年にあった第3回ブライスビューティーコンテストのスペシャル部門、あのカスタムをもう削りでも何でもありっていう部門で優勝された作品が、うん、こちらソレイユさんのこの作品だったんですね。でソレイユさんっていうのはあのサラさんとルカさんっていう姉妹でやられてるユニット で、うん、ですね、お姉さんのルカさんの方が服を作られて、うん、妹のサラさんの方がカスタムをされるっていうユニットでした、まあ、はい、2人とも、まあ、実際にリアルで会ったことあるし、はい、そうですね、コンテストの当日もお会いしてましたからね、懐かしいな、うん、ね、まあまあ、それで、まあ、コンテストの分で、入った分の方の、これはスペシャル部門、スペシャル部門です、いやな、スペシャル部門っていうのは最初から優勝作品は副セットになりますっていう、そう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 、ことになってたんですね、ナチュラル部門の方はジャバオックさんがなってジャルダンドゥママンになったっていう、はい、うん、そうですね、ジャルダンドゥママンは初夏の段階でもう出てますので、そうやね、あれ早かったな、うん、後がどのぐらいで出るのかなっていうのは楽しみだったんですけど、だからプチブライス部門の午前0時秘密のお茶会も同時に出てますから、はい、雰囲気が踊るからよかったよな、はい、うん、でまあ服セットですけど、はい、まあ、例えばこれで売りといえばまずパッと着て目立つって言ったら、まあ、靴がやっぱり面白いなと、靴ですね、ちょっと立てらしてみますね、これで伝わりますでしょうか、うん、ここやっぱりね、はい、ペイントがあって、はい、でこのバックルもちゃんと、これ必要、こうですね、逆ですね、はい、バックルもちゃんとあるし、はい、うん、でまあ塗り分けはこんな風に、うん、そう、かかとのところがこれはこれ意外にでも安定して立てるんな、そう、あの、うん、これ確かアルティメットツアーの時に出た、あ、うん、ロッキンシューズというかなんていうか、うん、ロッキンシューズの型を使ってるんですけど、ね、一応おいおい黒いじゃないかっていうことで、はい、色移りが危険かなと思う方おられると思うんですけど、まあ、うちらはこの、まあ、バンドというか、まあ、カフスとか、うん、はい、靴下、靴、ドレス、ヘッド、まあ、かぶせっぱなしで、うん、大方1年、1年どころじゃないですね、もうこれ担当になってセイリースプリンクルがもう5年とかなりますから、そのままで着せっぱなしで結構おるよな、うん、でも全然映ってないので、まあ、だけど環境にもよるからな、うちのとこはその、うん、まあ、冷暖房をほぼ一年中かけとるし、うん、そうですね、お店ですから気温はそんなに乱高下をしないかな、うん、湿度もどんなに上がっても 60%、うんうん、下がっても 50%、まあ、案外湿度一定しとるっていうのがね、うん、それのおかげっていうのもあるかもしれんけど、まあ、この靴下の方もね、これレース、はい、上があって、ほんでこの分のリボンがあるっていう、はい、まあ、全部黒でまとめとるけど、ちょっと刺したリボンは、リボンこの後ろの縫い合わせのところでここでくっついてるんですけど、これを自分で下にあるけど分からんわ、はい、あ、はい、
こんな感じでここですね、かかと部分でね、はい、かかと部分で縫い込んであるので、これを自分でこうクロスして編み上げていって結ぶっていう形ですね。だから先に結んでしまうと足が入らなくなってしまったりするので、そうそうそう、まあ、足入れてから好きなこう、うん、リボンパターンというか、はい、まあ、大体クロスして前か後ろで結ぶようになるとは思うんですけど、うん、これちょっと後ろも見せてよ、はい、このねたっぷりチュールがね、全然繋がりやけど、またね、下に置いてくれた方が、はい、はい、ここで失礼しますね、うん、開くのはもうここまで開くんやな、そうですね、まあ、後ろ開きです、袖がないから、はい、まあ、どのドールでも大体いけると思うし、着やすいですね、うん、他のドールで着せてる方も時々見かけたりします ね、うん、だからこれ結構他のドールでもいけるから、これ欲しい人おったんな、うん、だからヘッドドレスはちょっとでかいから、うん、他の人形になったらちょっとムッと思うけん、そうですね、ヘッドドレスもこのマジックテープで留めるようになっているので、顔のサイズが全然違う子になったらたちまちつけられないかなっていうのはあるんですけど、うん、まあ、そのマジックテープのおかげですごく装備はしやすいですね。ね、ここも結ばんでいいからね。はい、もう初めから結びは出来上がっとるからっていう、ね、うん、はい。で、あとこの裏のところ、ここマジックテープの凸の部分がこうついてまして、うん、これでここ、ね、滑り止めになってます。まあ、そんな感じでこうヘッドドレスですけど、リボンの部分もチュールレースだったりとか、うんうん、このリボンを巻いて作ってるバラとか結構繊細な。でもね、これ、はい、まあ、工場で。1個ずつ縫い付けして、はい、パールもパールとかビーズ1個ずつつけて、はい、結構ほんとやっぱこんな手間がかかったもの出してくれるの本当ありがたいよな、そうですね、うん、これがまさか公式最後になるとは思ってもなかったし、うん、その後の、ね、まあ、この前の動画でも言ったけど、はい、まあ、まさかあれでもそのまま商品化がなくなるとは思ってなかったから、うんうん、なんかその後もコンテストはあと2回か続くので、うん、それがもう商品化されなかったっていうのももったいなかったですし、ね、いろんな、まあ、うん、事情があったりとかするからね、うん、そうですね、この回以降は DVD も出てないので記録が本当に少ないですよね。そう、確かにうちらの時何もないもんな、うん、だからまだうちらの時は写真集が出てるからまだあれなんですけど、で翌年もまだ出たのかな、でもやっぱりね、会場の雰囲気とか面白かったよ、うん、面白かったですね、うん、展示物も良かったし、うん、まあな、そういうのがいろいろあるけど、まあ、次はそしたらこれを着せ替えてみるか、そうですね、うん、着せ替え、今回前回の動画でも話した通りこの服なんですけど、はい、まあ、1回ちょっとミディブライスのも着せてみようかっていうことで、そうですね、ちょっと深くするかもしれませんけど、まあ、試してないけど、うん、まあ、深い感じがするかもしれないけど、まあ、誰かミディブライスに着せてみようっていう、やってみますね、はい、やってみましょう、じゃあ次もう着替えたとこで、はい、じゃあいつものお部屋の方に移動させていただきます、よろしくお願いします、お願いします。そしたらこれでお着替えが完了して、うんうん、お部屋の方移りましたので紹介していきましょうか。これドールはセイディスプリンクルです。 あれな結構みんなセイディススプリンクルって言うけど、スプリングスか、なんかプリンクルズとかつけてしまうんやけど、セイディスプリンクルです。セイディで切って次のスから始まるんな、うん、スプリンクルですね。まあまあまあ、まあ、それは置いといてと、はい、まあ、着た感じこんな感じで、はい、まあ、黒ピンク、そしてまあパールホワイトが入っとるっていう、はい、これほんで着せて気がついたんやけど、はい、結構なんか一番下のレース、スカートの段の、そう、ピンクのレースが相当うちのはずっと飾っていたので色褪せが来てますよね。そうそう、でもなんか俺はこれちょうどええと思うけどな、うん、なんかだんだんこう薄くなってるっていうのは嫌いじゃないからな、青いピンクも合いますよね。うん、まあまあこんな感じでいきましょう。でまずは頭のヘッドドレスから、はい、やっぱりチュールがたっぷりギャザーを寄せて使われているので華やかな感じになってますよね、うん、やっぱりこう何よバラも、はい、2種類、2種類じゃない2色か、2色ですね、あれはええよな、はい、うん、やっぱこのぐらいあった方が、でやっぱり結構頭の上に乗せる時も、はい、やっぱり滑り止めがあったやん、そうなんです、だからつけやすくて、うん、よかったよな、結構楽につけられてます、うん、やっぱりだけど他の何をおかっぱ系でもこれつけてもいいし、うん、まあ、まあスッとつけたりのけたりできるアイテムやから、そうです、ね、結構いろんな分に着せ替えていっても面白いと思うしな、うん、まあ、問題ないのは他の黒の服に黒とピンクっていうのが意外にプライスないから、ああそうですね、でこの作品なんか元のなんか作品だったドール、ソレイユさんが作られてたドールはもともとダークブラウンの髪でツインテールしてたと思うんです。そうそうそう、でそこでなんか黒と混ざってしまわないようなこのピンクの濃いピンクのチュールとかあったりして、だから髪色は案外選ばないかなっていう印象も、まあ、全身で着てるんだったらまあ大体何でもいけるかなっていうね、うん、
これ胸元とかもね、はい、パールがあって、ほんで真ん中にクシュクシュっとしてちゃんとうまいことまとめたのが、ね、もうチュールの使いどころがとても上手な、うん、でこうやって見た時首元のリボン、はい、これ案外邪魔にならんよな。結構頭につけた分のリボンって処理が困る時あるんだ、ね、ワンピース自体があの首周りあんまりゴテゴテしていないので、そうそう、あのヘッドドレスのリボンが邪魔をしない感じになってますね。で次は下側ですね、スカートの部分ですね、はい、これだったらあのちょっと変色しとんが分かりやすいかな。一番下の段のピンクのレースがちょっと白くなってしまっとるかな、はい、だから黒のレースがかかっているところがほんのり濃かったりするんですけど、うん、でも俺これちょうどええと思うよ、うんうん、今回並べてみるまで気がつかなかったですね。やっぱりなんか箱入りをな、ね、同時にっていうわけじゃなかったから、うん、まあ、でも箱入りの方はもう全く日焼けもなく、はい、ありがたいな、ね、うん、こういう時段ボール入れとってよかったなと思う時ある。あ、それはあります。なんか今回このワンピース、この壁棚の方で飾り続けてきたドレスになるので、これもずっとセイリースプリンクルが着てたんかな。もうほぼ ねたまになんか着せ替えとかしてた時あったけど、うん、そうですね、ニッキが着てた時もありますね。次はまた靴と、はい、まあ靴下というか、まあ、タイツというか、そうですね、さっき編み上げの話はあの並べてる時にもしましたけど、うん、今回は前で結んであります、うん、もう前で結んでも後ろで結んでもこれは好みだと思うんですけど、まあ、でもやっぱりこう何をクロスしてやっていくっていうのはなかなかいいし、はい、この発想はあんまりなかったので初めて見た時ちょっとびっくりしましたし、でもやっぱゴスロリの人とかこういうの詳しいんやろな、もっと。そうでしょうね。そう、ソレイユさんはもう本当こういうゴスロリ服は作るの上手でしたから。そうだな、黒とかの合わせて面倒いな、やっぱり、ね、やっぱり布地によって目立たなくなる色と目立つ色ってあると思うから、実際黒の中でもやっぱこんなに種類あるんやなっていうのがやっぱ分かるな。靴下の質感とリボンの質感が違うから、うん、やっぱりちゃんとクロスしてるのも見えますし。そうや ね、うん、これはでもすごいわ。ほんで次の分がミディブライスに着せた分です ね、はい、そうですね、ちょっとだん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 引きになってくると思います。それで見れたら分かると思います、はい、どうですかこれミディブライス着せて見せたんですけど、うん、ミディブライスやっぱりちょっと大きいんですけど、あの胴が少し長くなってしまう感じはあるんですけど、決して違和感があるほどではなくて、うんうん、だからまあ何頭の分とか靴は靴頭靴、あとまあそのなタイツは使えるのはちょっと難しいかなと思うけど、うん、ちょっとブカッとしてしまいます。まあでも何腕につけるカフス、手首の分とかはカフスなんかちょっと大きく見えがちですけど、まあダメではない感じですね、うん、ちょっと油断したらポロッと落ちてしまうんですけど、まあ、胸元だけ見た感じとか、ね、別になんかそんなにサイズが悪いわけじゃないような気が、うん、胸元ががっさり開いてしまう感じでもないですし、うん、ねえ、でも首元も全然わからんというか、まあ、いけるんじゃないかっていうのが、うんうん、結構いけますよ。でさっき言ってたカフスのとこやけど、はい、これもブカブカいうわけでもないし、はい、ここだけ見てまあまあちょっと大きくできたかなっていう、うん、ダメじゃない、ダメではないっていう、うん、なんかこうわざとパーツを大きくデフォルメするっていうのもありますからね、うん、まあ、これで、ミディアムの全身ですね、はい、うん、まあ、こんな感じでいけとくとどうですかね、うん、スカートの中にあのパニエとかそういうの入ってないんですけど、スカートの生地ちょっと固めなので綺麗に広がるんですよね、うん、そういうところもうまいなと思う作品でしたね。だからこれだからミディに着せても、うん、はい、なんとなくいけてるような。そうですね、昔あったあのカンカンキャットとかのラインをちょっと思い出すような感じのスカートラインですよね。あれプチ版良かったよな。ああ、うん、あれはまた名前が違うんですよね、そうそうそう、プチになったら。でもプチとまあコンセプトは同じというか、うん、あ、フランソワーズファムだ、そうそうそう、うん、あれでもこれええよな、ね、ミディもまあこれ靴の黒さえ揃えば結構な、これだけ専用のヘッドドレスが作ってあげたらこれ用に作ったみたいに、まあ、ネオの服着せてるけど、うん、まあいけんことないんちゃうのっていうぐらいの、ね、やっぱり袖の長さとかで影響を受けない服なのでいけますよね。あ、そうやな、袖があったらいかんけど、うん、でもまあこれ何を手首のとこまででカフスがあるっていうのはこれ使いやすいな。そうですね、うん、これ結構いいヒントにもなるよ、服作るときで、うん、これこういう服って面白いと思いますし、ね、うん、で最後にまたネオブライスの全身ですね。はい、うん、やっぱこうやって見て、はい、どう、やっぱりあのヘッドドレス上だけなのでヘアアレンジしても面白かっただろうなと思います。やっぱり元の作品ツインテールだったんですけど、うんうん、これ普通に2つに分けて緩い三つ編みとかしてでも面白いですし、元の作品やっぱり今となっては知らない人が多いか。そうですね、結構クルクルのツインテールで可愛かったんですよね。そうそうそう、だからカスタム部門やから結構リップとかもね、はい、そうですね、写真集にも収められていますね。入ってる入ってる、ファッションオブセッションの、あのジェンナが表紙の写真集に収められています。黒の分ね、はい、
まあ、今でも本屋にはちょっとなかなかないと思うけど、本屋に残ってるかって言ったらもう、まあ、でもあの時やっぱりのあの時ってやっぱり一番売れてたんじゃないかな、うん、あの時すごい盛り上がりましたよね。そうそう、だから、まあ、パーティーとかあった時も、うん、海外のお客さんめちゃくちゃよく来たと思った、うん、また今度あのコンテストの時どんな感じだったかっていう、うん、そういう話もしたいですね。な、面白かったけんな、ね、じゃあ今回は、あ、今回はドレスセット、最後の宝富から出たドレスセット、ベイビーローズを紹介させていただきました。じゃあこれからもまあ皆様のブライスライフにお役に立てるような情報がありましたらよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、最後までお付き合いくださりありがとうございました。どうもありがとうございました。